いてのコーナーでございます。明治アーモンドチョコレート発売60周年特別企画、明治アーモンドチョコレートのアーモンドとチョコレートの組み合わせのような最高の組み合わせの番組 MC を考えよう。はい。さあ2022年7月7日で60周年を迎える明治アーモンドチョコレート、もう迎えてるんですね、うん、今月はそれを記念して特別企画、このアーモンドとチョコレートのように60年後も残る最高の組み合わせを考えようということでございます。ちょっと先ほどはね、なんか不適切な時間がね流れておりましたけど、長らくと、はい、ここからです。ここはもう、はい、もう今まで聞いてた人はもう、まあ、浅ましい人が聞く番組なんですここからはちゃんとした大人が聞くラジオです。今週のテーマは番組 MC ということで、はい、この MC 同士の組み合わせ見たい、田中さんと有田さん、ああ、だから上田さんと太田さん、太田上田の逆バージョン、これでもう何が起きんのかな。田中さんと田中さん、有田さんってコンビあんま見ないっすよね。そうですね、まずなさそうだな。うーん、こういう企画書書いて田中さんとか有田さんとか持ってっても2人とも、え、なんでって言いそうさ。なんで？あ、大田上田があるから。え、なんで？あるから。あるからとしてもなんでだよね。不思議な、でもそういうぐらい意外な、もう結構ね、腕がある人同士の組み合わせってもう使い出されたというか。うん、結構変な攻めたやつ出さないと難しい気が。あれもうこのラジオが流れてる時応援されてるのかな。ね、Eテレで、はい、尾形さん、パンサーの尾形さんが算数の番組の MC やん。めちゃめちゃ面白そうなんですよね、それが。算数子供番組ですね。いや、もう本当ホワイトボード1個あって、はい、尾形さんが算数のことを勉強していくみたいな。しかも結構難しめの定理とか、超良さげな感じ。なんか化学反応起きそうじゃない。面白そうですね。尾形さん一人だけで、一人だけ基本的に。で先生を呼んで、多分天の声的な感じの指導があって、めちゃめちゃ面白そうなのよ。面白そう。結構攻めた企画で、いや、これがオンエアされてる時はもう多分ね、もうこれが流れてる時はオンエア終わってると思うんだけど、はい、どうなんだろう。俺は賛否両論のピの方が多そうな気がする。ピの方が多いでしょ、うん、でも、まあ、めちゃくちゃ面白かったっていう人もいると。うん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 。いや、でも二択だね。絶賛かクソつまんねえから、どっちかだよね。もうこれそうは子供が見るわけでもないんじゃないと。結構深い時間、23時ぐらいだった。あ、そうなんだ。 それで算数うまくいったら多分相当強いコンテンツなんじゃないか。気になるんですよね、見たいなって。さあ、そんな感じでちょっと、メール読んでいきます。はい、ラジオネーム、アナナシカラシレンコンさん、MC の最高な組み合わせですが、情報バラエティで辛坊治郎さんと、もう中学生さん、週末のお昼2時くらいにパイロット版をやりましょう。勝手にやりましょうと言われて、やりましょう。我々何の権限もないんですけども。面白いかな。辛坊さんはな、受けの天才だから、何言われてもちゃんと返してくれるから、うん、もう中さんがだいぶ変なこと言ってもちゃんといい方に、いい方に政治とかに絡めてくれそうな。そうですね、うん、めちゃくちゃすっとんきょなこと言っても、なんか、なるほど、つまりは、現在の社会というこういうこととか、なんか無理やり全部辛坊さんがちゃんと落とす、落ち着かせる。もう中さん戸惑いそうだな、うん、そんなつもりじゃ、うん、全部変なこと言っても全部、なるほど、今のね、与党と野党の関係性だいぶ数の暴力になってますけどみたいなことをなんか全部つなげてくれて、もう中さんがはい、そうですねってなる。 MC はちょっと、 MC は難しい。対談形式です。2人でだって進行したらちょっともう中さん邪魔でしょ。そうなってくると、もう中さんの良さが出ないというか、もう中さんがまっすぐ進めても何にもそれ起きてない。いや、その話を止めるから面白いんやって。進行はしないですもんね。でもう中さんナレーションとかうまいんだよな。うん、めちゃくちゃ上手なんですよね。じゃあ進行うまいのかな、アナウンサー的な。その進行に徹したら、いや、それはそれで贅沢すぎない。もったいないですよね。もったいない。もう中さん、あの台本通りちゃんと読んでくださいって、そんなバカな話じゃない。Eテレ、さっき言ったEテレみたいに、はい、今のニュース的なものを子供に伝えるために、はい、まあ、昔ゲームアキラさんがやってたようなことを、はいはいはい、辛坊さんと、もう中さんで、ああ面白そう、もう中さんがなんか段ボールで作ってね、でちゃんとまともな段ボールなんだけど、もう中さんがちょっと変なこともするけど、辛坊さんがその都度あの軌道修正してちゃんとしてくれる、うんうん、もう中さんが変なこと言い出したら、なるほど、そういう説もありますけども、そういう説ありますけども、本来はこういうことを言いたいという、全部直してくれる。
ちょっと見てみたいですね。まあ、そこまでやったらなんか面白いです、ラジオネームとちんじくじょうさん、高田純次さんと所ジョージさん、うわ、適当な2人が MC だったらどんな風になるのか絶対見てみたい。まあでも昔はあったと思いますけどね。あ、本当ですか。全然ありそうな。あ、それこそ、所さんの笑ってこらえてとかにたまにゲストで来た時に高田純次さんと、はい、結構やっぱ、うん、面白いですよね。本当に所さんが最初から高田さんになんかもうあれしょ今日やる気ないんでしょみたいなこと言って、高田さんがまあ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 ねえねえねえみたいな感じですげえなんか面白かったイメージあります、ね。今あんま出ないですよね。今確かに、ね、ちょっと想像できないですもん。確かに2人ともラフっすもんね。ラフですね。うん、全然誰かもう一人いりますよ、ね、どう考えてもちょっと緩い番組になりすぎぬるぬるしすぎっすよね。ダラダラーっとしちゃいそう。ダラダラ。でも所さん別に進行はできますからね。むちゃくちゃそれはもう超名 MC だから、うんうんうん、そうなると高田さんも泳がす形になるのかな、うん、でもそう、あ、そうなのかな。もう一人入れてほしいですね。その試合と良さがちょっと消えそうだ。もったいない気が。ラジオネーム壊れた青色洗濯バサミさん、錦鯉渡辺さんと男性ブランコ涌井さん、浦井さん、錦鯉渡辺さんと男性ブランコ浦井さん、なんか不思議。高橋さんと浦井さんちゃんとしてるね。うん、そうですね。絡んでいるところは見たことありませんが番組 MC として最高の組み合わせだと思います、うん、んで間違えました。この組み合わせは番組 MC ではなく報道番組のニュースキャスターでした。どうしたんですか。どうしました。様子が変ですね、うん、どっちもニュースキャスターっぽい。確かにニュースキャスターっぽい、ちゃんとしてる。で、朝声声さんがね、声さん確かにニュースキャスターっぽい芸人さん集めたちゃんとしてる、ちゃんと進行する。あ、なんかボケるとあボケたってみんな構えちゃう芸人ナイツの土屋さんとかみんな勝手にちゃんとしてると思ってるからボケるとあボケたって思っちゃう。なかなかそんな芸人さんばっかりが集結することないですよね。ない。めちゃめちゃ見てみたい。面白そう。誰が最初にボケんのか。だから芸歴上の方がやっぱ結局ボケんのかな。この中今もうボケないですよね誰も。いやボケないでしょ。高橋さんも自分からボケることで誰が突っ込んでから。土屋さんもボケない。ボケない。ボケなそう。ボケない。バカリズムさんとかは、バカリさんボケる、全然ボケる、ま、ボケる、ピンの人は、ね、基本ボケるけど、ゴエさんボケないでしょ多分。いやボケるだろうけど多分一番最初とかじゃないですよね、うん、はいはい。誰だろうボケない、ちゃんとしてる、ちゃんとしてる。昔はね若林さんが勝手にそう思われてたんですけど、はい、そんなことないですよね。ネタ書いてる方って基本的にボケるから。誰だろうちゃんとしてる側、ちゃんとしててこうシュッと、うん、伊藤ちゃんとオズワルド伊藤さんとかちゃんとボケますしね。ボケますね。しっかりしてる、しっかりはしてるけど、あ誰だろう、あんまいないのかな。自分から声さんがやっぱ強すぎるな最強。むちゃくちゃ。それこそ若手だったらまだイメージがないからちゃんとしてそうというか、うん、まあ、ティモンディの前田君とかちゃんとしてんのかな。でもそういう感じでもないもんな。でもガツガツいきたいですか。そうボケ、そうやね、ボケますね。宇治原さんとかちょっとまた違ってちょっとなんか毛色が違う感じしますね。誰だそのライン今あんまりのかな。シュッとしてる、シュッとしてるだけの芸人ってなかなかメディア出れないですもんねしっかりしてるだけだとしっかりしてる。だからよほど隣のボケが強くないとそうならないですもんね。うん、確かに意外といないな、そんな出てこねえ。大吉さんもでもここまだったらボケちゃいますよ。そうですね、この中だと全然ベースがボケる人だから、ベースがボケないタイプの人ですね。誰だ、いや意外といないか、あんまりそう考えたら浮かばないですね。浮かばない。この3人、いや絶対、いや本当この3人3人だけ実は確かにいないってことはなかなか需要がないってことですね。ちゃんとしちゃう、ちゃんまっすぐ本当にちゃんとするってなかなかリスクある売れ方ですもんね。すごいね。めちゃくちゃ実力あるってことですね多分、うん、ってことは変にボケる必要がないぐらいうまい。そうですね。そういう人たち、ちょっと見てみたいな。たかしさんはこっそりいっぱいボケてますけど、ね、いやボケる、ボケる、おじさんボケいっぱい、おじさんボケいっぱいしてるから、みんな本当はボケるんだけど、なんか
大勢で行った時にボケ側に立とうとはしないってことですね。だからその人たち集めてなんかなんかね、はめ外すのか、ちゃんとさせる、ちゃんと しなきゃいけない人たち。あ、それこそなんか昔ごっつぁんって言ったら上品芸人はめ外しクラブみたいな、はいはいはい、君の川島さんとか大吉さんがめちゃくちゃやるみたいな感じにも呼ばれない人たち、うん、そうですねむちゃくちゃちゃんとしてるから。はい、ラジオネームキジちゃん30号さん、上沼恵美子さんと佐藤しおりさん。どうだ、まあ、ちゃんとはしてるな。ちゃんとはしてます、ね、でもなんか全然ありそうな、面白そう、なんか筒に、うん、全然ありそうな気しますけどね。上沼先生がガンガン言って、うん、しおりちゃんがなんかふわーっとさせて進行してるのは全然、うん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 、なんかありそうな、難易度高い有吉の壁みたいな番組が全然丸が出ない有吉の壁できそうですよね。上沼の壁面白そうな、壁とかじゃない、上沼の沼、上沼の沼でもう全然もう這い上がってこれねブーッ、あ、そっか、壁に越えれないじゃなくて最初からもう沼に沈むんですもう全然あり地獄、全然上がってこれないブーばっかり、そうネタの途中でブー、長いねあなたたち何ですかそれは、ない、見たいけどめちゃめちゃ面白そう最後まで全然ネタやらしてくんない全然やらしてくんないすぐ終わるブー次行こう、次誰なのって次行ってで歩いてる間が一番トーク面白いの私もねこうやったね、なんか高級旅館とかだったらこういう旅館もね私も3つほど持ってますからね、ずっと喋りながらなんか来たらブーって邪魔もんなんだ、そう空想で一人なら立っててあーここのお店何度かなんだ入ってみようかなブーぐらいで他のめっちゃ待機してるやつが出てこれないねめちゃめちゃ面白そうですね、面白いですね、もう回答欄ももう切っちゃ捨て切っては捨て大暴れ上沼先生が面白そう15分ぐらいで一周しちゃってもうないんですかめちゃめちゃ面白そうだけどな、面白そう、見たいですねこれめちゃめちゃ面白いと思うな厳しいな、やってくんねえかな、うーん上沼さんの YouTube とかやったらいいのにな、誰も参加してくんねえと思うけどな震えて出ていけないよ、そうですよ、ね、怖くてネタできないんだもん、まず出ても、ラジオネームソラさん、上沼恵美子さんと古舘一郎さん、紅白の司会以降不仲説がささやかれてますか、お二人の絶戦が見たいです。へえ、不仲説というか単純に、まあ、共演がない、上沼さんって そう思われちゃう人なんじゃないですか。なるほど、共演してなかったらもうそういう理由って捉えがちですもん、うん、でもとんでもなくぶつかるでしょぶつかりまくりじゃない、誰がこんなさ、この2人が MC の番組のゲストに来たくないですよね、ちょっとそうですね、来たくない、なんかアンケートどんだけ書いても一個も振られなそうじゃないですか喋りだけで、もう2人の喋りだけでアンケートはめちゃめちゃ多そうだけど、多そうだけど全然振られないお蔵入りアンケートの山よ例えばですよ、古舘さんと林修先生とかだったら、はい、いや全然見えると思います、はい、林先生がね意外と進行下手くそなんですよね結構自分のこと喋りたい人なんですね、林先生実は。で古舘さんはそれに対して何かの情報に対して返すのめちゃめちゃ好きだから、多分めちゃくちゃハマると思う、面白そう、林先生そうなんだ、上沼さんは自分でエピソード落としたい人だから古舘さんが入ってくるの難しいですね、それってあれですねっつったら古舘さんも自分のエピソード喋んなきゃいけないから取り合いになってもう誰が大取り取るかの取り合いでも終わんないと思うね、めちゃくちゃになると思う、2人だけだったら成立します、2人だけだったらもう見物だと思う、めちゃくちゃ面白いと思うそこのゲスト行ってもニヤニヤするだけすることしかできないあそうですか、疲れちゃうな大変だと思いますね、チーズケーキ夫人、内ヶ谷の逆バージョンでフットボールアワー岩尾さんとミスターチンさん、いやちょっとヒロミさんの逆ってチンさんデビッド伊藤さんもいますけどデビッドさんもいるの、ああ岩尾さんとチンさんって、ね、さん何が起きんの、いや何が起きんのよ、何が見たいの、何する番組なんだよガヤは何を言えばいいのその二人が来て面白そうだな、面白そうだけどそれちょっと怖いもの見たさが過ぎるな、じゃあこれはそういう企画ですよね、あの逆バージョン、裏面バージョン、うんうん、B 面バージョン
の番組作ってどれが一番面白いかグランプリとかじゃない限りは面白いですね。どれが一番裏メンバー裏メンバーで空いてる時にその二人が稼働してる時に空いてる二人で同じテイストの番組撮ったらどうなるかってことですよね。まあ全然できそうですけどね。だから多分これ前言ったんですけど審査員松本人の客で浜田さんと春日さんは俺絶対面白いと思う。あー春日さん春日さんがもう開始5秒ぐらいでぶん殴られてる、うん、ボッコボコされてる絶対もうそれは面白いと思うんですよ。腕ある人同士だったら当然面白くなるからね。うんうんうん、裏メンバーと誰かあんだろうか足りないだ東大王で言ったらだからミスターチーさんとしずちゃんさんめちゃめちゃ面白そうじゃんめちゃめちゃ面白そうじゃないですかそれスターチーさん大忙しですね大忙しヒロミさんがあんだけ売れてるから大忙しよでデビさんはだってラーメン作んなきゃいけないから出てこれないからチンさんが代わりにもめちゃめちゃ面白いじゃん。チンさんとしずちゃんさんの東大王むっちゃ面白いじゃん。あすげえ見たいけどな。意外となんかこううまくいきそうな感じはする。そうですね。でもそのひろみさんってやっぱめちゃめちゃ上からつけつけ言うパワハラ MC がやっぱ我々好きだから。チンさん全然そんなんないでしょ。東大王とかただ答えてんの。頑張ってますね。しずちゃんさんも優しいから、うんうん、優しい。頭ええな。しかり全然バトル感がない。普通に拍手して終わっちゃうでしょ。なんかそれ面白いな。なんだひろみさんの番組。ひろみさんもそんなやってない。でも MC だとそんな感じじゃないですか。誰だろう。B 面番組なんだろうな。だからそ、うん、あれですよね。その ミックスでやってるのが。はい。つぶれない。あ。あ違うか。あ、おもうまい店か。何でしたっけ。おもうまいは小峠さんとひろみさん。小峠さんとひろみさん。陳さんと西村さん。めっちゃ面白そうじゃん。本当に飯見てうまそうって言うだけ。そう全然需要ある。本当におもうまいじゃん。ただうまい店。そこはデビットさんでもいいですよね。だデビさんの店行くロケ。美味しい美味しい美味しいって。あ、まあ、そう。俺も食べたことあるからうまい。デビうまいんだよラーメンみたいなふわーっとしてお昼みたいですね。あ、全然成立するの。逆バージョン意外と成立しますね。あ、これ前先週もあったな。ありましたっけ。はい。なんでこんなもん感じで、はい、はい。はい。さっき思い出しました。はい。あのシュッとしてるキャスター系。ああ、はいはいはい、ボケたらビッビッビリする。和牛のカーニーさんどうですか。うわー。あー。なるほど。でカーニさんはめちゃめちゃ達者でボケるダジャレとか超うまいんですよね実は。そうなんですけど、でパス出したらあとフットワードよくで一緒だった時は最後のオチは絶対カーニさんにパスくるんですよ。師匠落としてくださいって言ってめちゃめちゃうまくうまいこと言うんですよ。でもうまいこと言う人って多分なんかそれをいじられで言われされてる感じもあるんですよ。だから確かに率先してボケたらえってなるかもしれないです。うーん、カーニさんダジャレ得意なんですか。そう、うまいの、うまいこと言うの、早いの。へー、友達超え。でもそっか、川西さんがでも率先してボケたら、お今日どうしましたってなりますね。そうですね。上品ですもんね、上品芸人、ね。上品です。あ、でもその辺ですね。うん、もうさすがにボケる悪のなくてちゃんとボケ、あ、突っ込んでくれる人、なかなか。安倍ちゃんとかそういうんじゃないですもんね。いや、安倍ちゃんはそういうことじゃない。ちゃんとしてるとかじゃないですから。そう、ちゃんとしてねえからな。ちゃんとはしてないです。一番ちゃんとしてない。そこが問題なんだよな。ちゃんとしてるツッコミの人、もうこの子いないの。いや、いるんでしょうけどね。いるんでしょうけど、だから印象薄いだから、ここで出すことすらできない。本当に申し訳ない。ちょっと引き続き、ちょっと調査してする必要ありますね。さあ、今週もたくさんメール読ませていただきましたが、今週のベストメール。はい。いや、これは意外とこの内側の逆バージョンかもしれない、はい、これかな、フットボール内側の逆バージョンでフットボールは岩尾さんとミスターチンさん。ミスターチンさん。チンさんがね、ちょっと、チンさんの番組にちょっといっぱいやってほしいな。そうですね。ひろみさん忙しいから、はい、ベストメールに選ばれた、こちら、チーズケーキ友人には、明治お菓子詰め合わせに加えて、シャベレーザーと明治アーモンドチョコがコラボした特製 T シャツに、我々のサインを入れてプレゼントいたしますと。はい。さあ、さらに今日の、さらに今日の放送後もツイッタープレゼント企画がございます。コーナーで読まれなくても番組公式ツイッターをフォローの上、毎週放送後にツイートする応募ツイートに
ハッシュタグしゃべれーざ、ハッシュタグ明治アーモンドチョコ60周年をつけて引用リツイートすると、抽選で5名様にナッツチョコシリーズ5種詰め合わせをプレゼント。こちらも皆さんぜひ参加してください。はい。そして来週再来週、ちょっとコーナーの内容が変わります。題して、明治アーモンドチョコレートのアーモンドとチョコレートの組み合わせのような最高の組み合わせを考えよう。同じ最高の組み合わせ。タイトル全く一字ごとは変わってないはずなんですけど、あ、ただ漫才コンビとか番組 MC っていう組み合わせだったんですけど、もう、はい、そういうのは取っ払ってランダムに単語を2つ組み合わせて最高の組み合わせを作ってみよう。そう、機械的な、何でもいいと。何でもいいんですね。はい、何でもよくてできます。メンマ靴積みとかでいいぞ。メンマと靴積みとかでいいですか。靴積み、靴積み、靴積み、あのね、塗る革靴に塗る黒いやつ。メンマ靴積み、靴積みが出てきた。いやだから何でもランダムでいいってことはそういうことでしょ。そんなか組み合わせ繰り返してたこと。美味しそうだ、意外と美味しそうだなっていう。はい、ああ。いやでもそれぐらいになってちょっと飛んでく気がするけどさ、ちょっとなかなか難しい感じなんですけど、ちょっと皆さんで良さそうだと思う言葉をちょっとどんどん送ってください。はい。